ていた中で、たくさんのエラーをしてしまいました。質問もたくさんさせたと思いますし、期待を裏切ってしまって本当に申し訳ないです。ただその中で今年の苦しさであったり、今年得た経験というのを必ず、来年に続けてつなげていきたいと思いますし、努力を続けていきたいと思います。なので、サポートをして続けていただけるとすごくありがたいです。なので最後温かく送り出していただけるとありがたいです。